to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one. 今回のドローチューブは葉山栄一さんへのインタビュー会です。インタビュー回答の音声は私、日向さくらがお送りいたします。もう物心ついた時からですね、最初は家族の絵とか描いてたと思います。小学生の頃に今の自分みたいに少し塗りタッチの入った塗りをしている絵を描く方がネット上にいて、それで自分もこういうタッチの入ったアニメ調というか、アニメ調なんだけど塗りのタッチの入ったイラストを描きたいみたいなのを覚えてますね。そうですね、本当にキャラクターイラストの方でした。アイドルマスターシリーズには本当にいろいろとキャラクターデザインだとか絵柄だとかすごく影響を受けました。そうですね、万人向けとかではないんですけど、ちょうど良さというか、ある種のいつもちょうどいい感じの絵を描きたいって思うんですよ。なんていうか、ある種の表現の挑戦とかそういうことはするんですけど、他人に見られることももちろん意識してあまり尖りすぎてない表現にするようにしてます。自分自身キャラクターイラストを起こす上で、あ、こういうのが欲しいなって思った時に自分にとってのちょうどいい表情やポーズを意識しています。結構踏み込んでしまうと露出加減やフェチのさじ加減がキャラクターに違う印象を与えてしまうので、あんまり自分はこう流行に合わせてその時々の尖ったことはあまりしないようにしてるんですよ。昔からいつの時代に見てもいい絵だなと思う絵が好きなんですよ。イラストレーターさんやプロの方のデザインされたキャラを描かせていただくことが多いので、もしその方やファンの方々が見てこのキャラはこうじゃないんだけどなと思われたら、お仕事で任せられた身として本当に不甲斐ないので、その方が見てもいい落とし込みで描いてくれたなって思ってもらい、安心してもらえるように意識しています。あ、そうですね、もちろん先方からのお仕事でトリビュートなどでこういう今回のように書く場合は資料をいただくことが多いんですけど、媒体がゲームだったり漫画だったりする場合はもう自分からゲームを始めてみたり触れてみたりとかはありますけど、納期的に難しい場合もあるのでその時はちょっとそれるんですけど、自分のロマンに任せてます。ロマンっていうのも小さい頃からのちょうど良さの好みと通じるかもしれないんですけど、いろんなゲームとか作品に触れてきて、あ、この演出いいなとか、このキャラのこういうセリフとか、あのシーンとかキャラデザっていいよねみたいなのをロマンっていう感覚に任せています。それが共感性につながると思うんですよ。イラストを見る方全員が全員そのキャラに詳しいとかそういう作品に詳しいわけではないんで。そうですね、でも引き出しは多いかわからないんですけど、共感性ですね。そういうロマンの引き出しって何かの作品に触れるたびにストックするようにしてるんで、それは大事なんじゃないかなって
って。今回だったらリゼ様は上品さは絶対保ってなきゃいけないので、これから行こうみたいな構図なんですけど、上品な感じを忘れないように意識してました。あ、そうですね、元々のキャラクターデザインの方々が本当に尊敬してる方ばかりなので、すごく緊張したんですけど、今回コミケの会場で紙袋にもなるっていうお話をお伺いしたので、知らない方も見ると思うんですよ。でもちろん元々の知名度がとても高いので、虹三次さん自体が、あ、虹三次のあのライバーさんだってなるとは思うんですけど、知らない方とかが見ても気になるなとか、この子はこういう性格なのかなとか、そういうのを知らない人にも通じるように書くことが大事だと思うんですよね。完全に独学ですね。小さい頃勉強するっていう感覚がそもそもなくて、好きなように描いてただけなんですけど、小学生の時に友達が絵の描き方みたいな本をくれたんですよ。わざわざ新品で買ってきてくれたんですよ。それを繰り返し読んで、ああこういう風にして描くんだって、そういうメソッドがあるんだみたいなのを知ってから意識はしたんですけど、デッサン練習は本当に全然やってこなかったですね、数年前まで。はい、結構自覚ないんですよ。自分が下手か上手いかとかがなくて、あ、自分って体かけてないんだとか、いろんな人に頭がなんか大きすぎるとか丸すぎるとか目が離れてるとか言われるようになって、あ、自分の美的感覚というかデッサン力なかったんだと思いました。はい、でも専門的に学んでいる人だったら早い段階で気づくようなことを、自分は本当に今でも現在進行形で気づきを得てますね。それは楽しみに変換するようにしてるので、例えばデッサンもデッサンポーズ集をひたすら見ても実践的かというと少し違うかなって思ったんですよ。自分の描きたいイラストの方向性とか使用用途っていうとおかしいんですけど、最近はスポーツブランドで画像検索するとスタイルがいい方の写真やプロの画角で撮られた写真がたくさん出てくるんで、それらを模写したり、こういう布の流れとかポーズとか体のラインかっこいいなっていうのをなんとか蓄積していく方法にしてます。そうですね、1時間とか20分とかそのくらいですかね。模写したり、ただいろんな写真やイラストを見るだけもあります。美的感覚を養っておいてます。そうですね、それで分かったのが、自分が昔から好きで、あれうまかったなとか魅力的だったなって思うものを今でもネットで検索してみても、あーうまいなとか全然色褪せないなって感じる部分がある作家さんってデッサン力がすごいんですよ。なのでデッサンって大事なんだって思いました。勉強だと思うから辛くなっちゃうし、結果の出具合って他人に評価されないとわからないと思うんですよ。自分だけだとこう発展途上中だとわからないんですよね。うまくなってるかなとか
かけてるかなとかわからないんですけど、とにかく自分はなんていうか、何かを学ぶときに一つ一つ記憶するのが大変なので、一つのワードで片付くようにしてるんですよ。それが写真とか見ると思うんですけど、今だったらそういうデッサン練習とかするときに参考画像とか見て思うんですけど、あ、これイラストで描けたら最強じゃないかって思うようにします。 X とかでも実際の写真とかの一部分だけを模写した絵ってバズるんですよね。それって普段はなんとなく見てる写真でも絵に起こすとすごい強いってことだと思うんですよね。それで写真見るたび、あ、これ絵で描いたらバズってあれになるんじゃないかみたいな。もちろんバズることが全目的ではないんですけど、でも引きつけるものにするってことなんで、二次元に落とし込んで。あ、そうですね、成長というか、多分最初は何かを見ながら感覚でやるとか、何かを見ながら微調整していくってことが多いと思うんですけど、今はもう感覚でできるところは感覚でやった方が自分の絵柄の良さや個性とかが出ると思うので、まだ自分は発展途上中だなって時にいろいろやっておいてよかったかなって思います。パースも背景かける方々が羨ましかったです。数年前とかは勉強法もわからなかったので、とりあえずフリー写真を5000枚集めて、それぞれ500枚ごとにフォルダ分けして、それらに3色の色を使ってペイントソフトで定規でパースをなぞっていくっていうのを5000枚分して、無理やりパースの感覚を身につけました。そうですね、パースはそれでキャラに合わせなきゃいけないじゃないですか。それもそのキャラからどうやってパースを導き出せばいいのかってなってくると思うんですけど、それもキャラクターの胸元の下あたり、腰あたりに勉強机を配置するってやり方でパースが導き出せるってことを発見して、そういう感じで感覚でやるようにしましたね。そんなに違和感が出ないので。そうですね、趣味の場合はもう描きたいって決めたら一気に仕上げることは多いんですけど、デザインが含まれる創作とかだと長いと半年とかかかって、地道に直しながらとかなんですが、仕事で今回のようにボリュームがあるご依頼の場合は、もう今日はここまでやったから無理しないでいこう、次の日の自分に任せようみたいにやってますね。最近はちゃんと線画するようになったので、今回も工程を録画させていただいて、こうして何回もアンジュさんのスカートを直して、そういったちょっと試行錯誤は一発で決めようってなるとすごく博打で運任せになってしまうので、まだよくできる余地があるなって思うところは、もう本当に何回もトライアンドエラーとか時間をかけていますね。Stop this world from spinning.